ティーネティング・ヘルセットは、ノルウェーのオスロ生まれのトランペット奏者。主にクラシック音楽を演奏する。日本では、ティーネシング、ヘルセスと表記されることもある。彼女は、現代の主要なソロトランペット奏者の一人である。彼女は、7歳から、トランペットの演奏を始めた。ソリストとして、ドレスデン・フィルハーモニー管弦楽団、ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団、 ミュンヘンフィルハーモニー管弦楽団、プラハ放送交響楽団、スーシティシンフォニーオーケストラ、ウィーン交響楽団、ウィーン室内管弦楽団、チューリヒ室内管弦楽団、シュトットガルト室内管弦楽団、アルスター管弦楽団、フィルハーモニアバーデンバーデン、ノルウェー国内のメジャーオーケストラなどと共演した。 2007年オスロでのノーベル賞受賞式のガラコンサートでのオープニングを務める栄誉を担い、その様子は世界中に放送された。また、彼女の顕著な能力が認められ、2007年にはノルウェーグラミーでニューカマーオブザイ,イヤー、2013年にはエコクラシックアワーズのニューカマーオブザイヤーを受賞した。ありがとうございます。